今度は大丈夫ですか？聞こえてました。はい。えー、そういう中でですね、えー、私たちはこのお私はこのマリアのこともですね、このそしてマリアはですね、あのー、自分があ解任したということを聞いてですね、えー、抗議をしますね。このザカリアも抗議をするんです。そんなことがあるわけないじゃないか。 それは嘘だ。神様の出来事というのは不思議なんですね。耳を疑うようなことというのもあるんです。奇跡というのはだから奇跡なんですね。どんな馬鹿なことがあるか、あるんです。そのことを聖書は私たちに伝えてくれているのですね。えー、で、あの私たちはこのような不思議なことがいっぱい起きていることを これだけじゃないんです、ね、は皆さんあのそれこそハンナというとねサムエルのお母さんですがハンナもそんなふうにして祈りましたねそれから皆さんよく知っているのはアブラハムのね奥さんサラですねサラもそうでした90歳100歳ですよそして子供が与えられる 聖書はここで唐突にですねマリアが受胎したことやエリザベトが受退したことを語っているのではありません聖書の長い長い歴史の中で神様は時を経て私たちの思いをはるかに超えてご自身の技をなさるということを私たちに伝えてくれています、えー、聖書は人間の不可能に介入する神の出来事 皆さん私たちはもうダメだめだもうこれではというところからが聖書は始まりですよ。イエス様は悲しむ人たちは幸いであると言った時になんでか字面だけ読んでいくとなんで悲しむ人が幸いなんだろうか、ね、そんなふうに思います。しかし皆さん悲しめない人生考えたことありますか悲しむことのできない人生って言ったら。 それはねとっても砂漠のような人生ではないでしょうか私たちが悲しむことができるのはそこに愛があり互いの交わりがありそして豊かなですねそういう,うお互いの中の関係があったからではないでしょうか皆さん悲しむことはね祝福なんですよ悲しめることねそしたら か誰かが亡くなった悲しむだからその人がいなかったらよかったにということでしょうかそうではない私たちはそのことを見ていく時に神様が私たちに何を期待しそして私たちに何をなそうとしているのかということをこのところでしっかりと覚えることができると思います聖書は人間の不可能に介入する神様の出来事が 散りばめられていますこの世界は神様のご支配のもとにありますが人はそれが見えませんし信じてもいませんそして自分の思う通りに行くことが素晴らしいことだとそんなふうに思います人間の可能性やその思考の思いの延長線上に 神様はおられません神様はそこで今回このクリスマスという時を通して2つの誕生の物語を私たちに伝えてくれます。人間の不可能の上に立つ神様の救いのご計画を明らかにしようとしています。神にはできないことはありません。これがマリアに語られた天使の言葉でした。 どんな場所にも聖書を読んでいきますと旧約新約を通して語っておりますのは「インマヌエルの事実」です現事実と言ったらいいでしょうか「神神様の時が今ここにある」「インマヌエル神我らと共にいます」聖書を読んでいくと全ての場所にですね「インマヌエル」が散りばめられています。 どうぞ皆さん覚えてくださいいろんなことがあった時に私たちは私たちは神様から離れ神様に見放されてしまったと考えてしまうかもしれませんがいつもインマヌエルです神我らと共にいます神様は私と共にいてくださるこの聖書の定流といいますか聖書の 下をですねこの人生の私たちより人生の人を脈々と流れているところの歴史を貫き通すところの命の川の流れがあることを私たちは知ることができると思います人間の人は危機的な状況の中で様々なことを思います私はこのザカリアエリサベトとそしてマリアヨセフのことを 思いました時にですね一つのことをふっと思いました、えー、それは <laughs> え皆さんも何度か読んだことがあると思いますがキュブラロスという方がいらっしゃいますね臨死のことについて書いてありますこのキュブラロスがですね人間がこの重い病に,、ね、にかかった時に 起きてててくるることをを段階を追って、えー、語っ語いるのですね。危機的な状況な特にねがんやそういうのの中,の中でですねまず起きてくるのは否認「否認否認」「いえそうじゃない」と「そんなバカなことが」という「私に限って」という否認がそして「なんで私でなければならないの?」という怒りがやってくる。 そそしてその次に取引をする私今こういうふうにするからどうぞね助けてくれという否認取引そしてそのうちにだんだんとやりきれなくなって抑うつ状態になってくるそして最後にそれを受容するという私はこのエリザベトのですねマリア そしてヨセフのこの出来事を通してそんマリアもそういうふうに言ったでしょそんんなことがああるはずはずりません、ね、そしてまたあザカリアもですねそのことを疑ったことで彼は口が聞けなくな,るなったとっいうことが書いてありますよね聖書の中にさあ私たちはそれらの中でしかし神の技は進んでいくのです。 私たちはどうしても迎えなければならない死とともにですねどうしても生きようと命じられる神様のそのお声に聞き耳を聞き耳をこのそば,えそばにして耳をこのそば立ててそして神様の声を聞きながらそしてそのためにはどうしても10ヶ月の時が必要だったのかな。 私には何かそのようなことで一人一人にはねその期間は私はこのことはとってもお素敵なことだと思うんですよ。にれンね噛んで噛んで噛んでそしてそれをしっかりと自分のものにしていくというそういう時がでこのクリスマスの序曲,曲にはですね戸惑いが恐れがそのところにいっぱい。 縮めらられていいいると言ったらいいでしょうかもうそこにどうでしたでしょうかねマリエや特によせこの若いね二人にとってはこの10か月間は喜びの時だったのでしょうかどういう時だったのでしょうかねどうぞそれらのことをあと私たちはこうクリスマスとね受胎告知とね一緒にこう考えてしまいますからこう時間のねそういうのがないんですけれども10か月 そのような中で本当に悲しみや苦しみや反問や否認やですねそういうそれを否定するそういう思いの中を行ったり来たりしていったそういう生きた彼らの姿をも思い見る必要があるのではないかと思います。ででさらに私たち知ることはですねこの マリアとヨセフねヨセフとマリアって一ったでしょうかその方たちはザカリアとエリザベトこの2人とどういう関係にあったかどうもマリアのねおばさんだったらしいですねエリザベトはですから親戚なんですよそしてその後のことを考えてみてください神様のねご計画ってのは面白いですよ だってイエス様がね宣教を始めたおよそ30歳の時にその前で主の道を整えよよと預言言者によっててわれていいたた人がいたですねその人が出てきて死の道を備えた身をあれは神,神の子羊だとイエス様を指さした人それがザカリアとエリサベトから生まれたバプテスマのヨハネという人なんです。 素晴らしいですね神様のなさることはねそこに突然に見えますけれどもしかし神様のその命の川の流れはですね耐えることなくずっと流れているのです。そして実は私たち自身もその命の川の流れとなっている。 そのことを思い見るのもまたこのクリスマスの出来事だろうと思うんですですからそのような出来事を通してこのクリスマスの序曲には戸惑いや恐れがあり叫びがあるしかしそれが賛美となって出てくるわけでしょそれがザカリアのあの賛美どうぞ帰ったら読んでみてください それからマリアがエリザベットと会った時にあのマグニヒカートと呼ばれるマリアの傘下が出てきます皆さん私たちもその大きな神様の救いの流れの中に私たちも置かれている大丈夫なんです神の出来事は人間の不可能から始まっていくのですそのことを人にはできないが 神にはできる神は何でもできるからである創世記から黙示録まで一本の絶えることのない命の川が流れているそのことを私たちはしっかりと心に覚えていきたいと思いますさあそしてエリザベトもマリアも10ヶ月の後に自分の子供をこの腕に抱くさあ 今私はででですすね自分でつくづくづ思うんですああ私に足りないのはまあ頭も能力もみんなあるけれどもね想像力だな人々の痛みを感じられるなんでそんなことをするんだなんでこうなるんだというような裁きというのは想像力がないんですね。イエス様は 本当にそういう意味では「イエス涙を流したもというその言葉もあるようにですねイエス様はいつもいつも本当に寄り添われた人であったということを思う時にそこにある人たちの悲しみや苦しみをしっかりご自身の出来事として心の内にこの抱きしめてですねそして出会っていった方だな思います。 そのように思います皆さん今このクリスマスを目の前にしてこのバリアとヨセフがですねそしてまたザカリアとエリザベトがですねあの過ごしたあと1週間しかありませんけれどもですねその10ヶ月をね思い見ていただきたいと思うのです。どんんななにいろろことがあっただろう そしては自分自身のそういうさまざまな出来事とも思い合わせながらねしかし神様は私たちと共にいてくださるあの皆さんよくご存知のマ,ルコマタイによる福音書のね一章のところでねえその名はインマヌエルとヨセフに告げた天使の言葉がありましたねその名はインマヌエル。 神我らと共にいます。皆さん危機は後期です。チャンスです。私たちは今この聖書を通してですね、この出来事、この彼らにとっては滅びとも思えるその出来事が新しい世界の夜明けとなっていったということ そして私たちもこの1週間あんまり考えたことが多分私だけかもしれませんけれどもないと思うのです。マリアやヨセフやザカリアやエリザベトのその悲しみ、叫び、思いをですねしっかりとかみしめながらそしてクリスマスの時を迎えたいと思うのです。私たちは この出来事を通して、聖書が私たちに語っているのは、神にはできないことはありません。というその言葉です。人にはできないが神にはできる。そのことです。人の不可能から神様の時が始まる。それはインマヌエルの出来事がもうすでにね、私たちの出来事として備えられているからです。主は。 このクリスマス、その出来事は何か、インマヌエルだと言いました。神が我らと共にいてくださる。これがクリスマスです。どんなところからでも私たちは天を見上げながら、そして死を思いながら、神我らと共にいます。聖書は私たちに、私の時はあなたの御手にあります。 聖書は言ってますね私の時はあなたの御手にあります私のこのどんな時もどのような悲しみや苦しみや叫びの時も神様の御手の中それは怒りの御手でしょうかそうでありません愛の御手ですそのようにして私たちはしっかりとね私たちは愛されている私たちは本当 等に守られている尊いものとされているものだということをこのところを通してそしてこのそれこそ出来事の10考えてみたらね10ヶ月後に生まれるわけですよそしてイエス様が年およそ30歳の時にこの30年後の時にヨセフがああヨハネがイエス様の前に立って そして主の道を備えるわけです私の時は神様の御手の中どうぞクリスマスのこの時そしてクリスマスのこの時ね皆さん私たちは何と言われているでしょうか何が語られているでしょうか主は私たちと共におられるこの異常とも思える出来事は旧約聖書でもずっと何もここだけで 驚く必要がないです、ね、不妊の女が生馬ずめと言われた女の人がこう産むこともそして乙女がこう宿すことも神様にはできないことではありません私たちのその思いが私たちのこんなところに救いはないというその思いが私たちを神様から隔絶していくそここそ。 そう、今こここそが、どんな時も、神様ご自身の身胸のなるところ、御言葉が成就するところです。私はあなたを愛しているというその声を、私たちは今日もしっかりと聞きたいと思います。お祈りします。愛と慈しみの神様、あなたの大きな大きな愛の中に。